マシンな龍騎がいけどね、かわいそう、ね、本当にだるいで、はい、まあそうじゃん、ちょっと俺もペン持ってこいで、はい、で圧倒的にこれね、はい、これさピンクが浮きすぎ中期なんかフレーミングできんかな、あ、わかりました、うん、なんかピンクをフレーミングしたいのと、はい、なんかこうパッと見た時にね、はい、ここら辺ってカラーがレイヤーされちゃうの分かる、すっごい複雑に、はい、ここってすごいプレーンがあって、そうっすね、そう、それがなんかすごい気になるやっぱ欲しいです、ね、そうとかこの黄色もね、はい、なんかすごいなんかパーンって感じで、機械ってもっとなんかこう構造があるじゃん、はい、そう、それがもうちょっと欲しい、なんかこの上もそうやし、なんかこう間抜けシチュー色がこことか分かる、すごい細かく分かるじゃん、はい、こういうディテールがやっぱ欲しい、なんか上から、そっか、うん、でも分かるろ、はい、いやそうなんですよ、ちょっとあとまた後で含めてほしいんですけど、うん、あとやっぱさこのボタンホールがすごいいい感じじゃん、このディテールとして、はいはい、そういうのをなんかこういっぱい入れちゃったりとかするってやっぱ必要かもしれない、そうですね、これからちょうどそのタイミングなので、タイミングやろ、だから葉差し増やしたりとか、あとね、やっぱ遠くで見た時のねグリーンがさ、はい、やっぱどっかにやった方がいいよ、これちょっとグリーングリーンすぎじゃん、はい、なんかこのグリーンのちょっとしたラインとかがここら辺に入っちゅうだけとかの違うと思うが、なんかちょっとでいき、ちょっとの色味、ラインっていうか差し色、はい、なんかこれなんかこんなんでもいいがって、うーん、あとこんなんでもいいし、なんかこうフレーミングのラインみたいなのあるじゃん、こういうところ、はい、こういうなんか濃厚さ欲しいかな、これとかすごい意外ってね、絶対写真映えするの分かるわって、でさりげなく黄色もあるし、ここ超複雑でいいじゃん、バックが、はい、このクオリティが、まあこれからやもんね、一番最後だけ、そうですね、それが今こうなってて結構できた、これがちょっと一番いい気がします、おいいじゃん、はい、え、これがこれ、そうなんですよ、そっから結構このステッチとかね、はい、家庭用？いや、普通のです。え、あ、この真ん中のだけ元からあるやつです。ちょうどよかったんで、はい、あ、そうなんです。で、こことかちょっとここ剥がしたいんですけど、どんぐらい剥がしそうかなっていうのをちょっと考えてて。あ、いいじゃん。やっぱシルバー入るといいね。はい、こうか。そうですね。はい。やっぱ俺このピンクが超気になるわ、こんなにピンクがなんかこれ時間できたらでいいけど本当に、はい、超優先だけどこれやっぱ殺そう、ハザシとかで、そう、はいはいはい、なんか このタイプ、はいはい、プレーンですね、うん、プレーンすぎて超浮く気、これぐらい殺そう、はい、これちょっと着せよ、袖は、あ、袖です、じゃじゃん、バッグとか超いいよね、そうです、バッグとかちょっと良くて、これ必要情報がいいかな、これにつけたらいいのかな、ちょっとオープン、はい、あとやっぱエルボーラインぐらいをちょっと
のかして腕曲げれるようにしようかなっていうか、そのちょっと機能面入れたいのでって思ってて、こんぐらいまで下ろしていいと思うよ。なんか今ね、はい、全部さ、はい、ルックが全部上に上に行き過ぎちゃって、ちょっとなんか未来感が足りてない。なんか意味わかる？なんかそうですよね。うん、身頃につけちゃっていいんですかね、こんぐらい形があったら。それ腕入れるだけっていうか、いいと思うよ別に、うん、ここにつけるってこと？そうですね、とか、はい、もちろん下とか、うん、面白かったらこうやってつけてもいいんじゃないですか。おぶっちゃけ腕通さんでもいいと思うし。確かに未来っぽい、うん、なんかもうちょっとロボットな感じで行っていきさ、なんか、うん、こんぐらいがいいんじゃん。確かに、なんかお前絶対金炉そんな感じでみたいな感じでも。確かに、そしたら形このままでいくか、固いからできますね。うん、ぶっちゃけこうやって一点止めでボタンとかでいいじゃん。はい、そっか、そしたらぶっちゃけ切れるし、考えずにできこんな感じでもいいじゃん、角度さえ。そっか、まあ、ボタンやったら多分なんかあれみたいにあ、ボタンでいいか、うん、重力の問題やけど、ね、はい、はい、しよう。うん、やっぱこれ全体的に見ることはね、このプレーンのやつを殺すことで多分結構解決すること気がする。あとやっぱモデルの体型とそのオーバーサイズ感のギャップがすごい。き袖は多分肩線までつけないので長くなる全部、はい、と思ってて、この黄色を殺したいね。そうっすね、もう外して、あんまポケットの機能